1982年6月23日に開業した東北新幹線。開業40年を迎え、今日から JR 仙台駅で始まったイベントでは、東北新幹線のイラストが入ったトートバッグやキーホルダーなど記念のオリジナルグッズのほか、東北6県の食材を使った駅弁などが販売されました。来た当時は感動しましたですよね。スピードもいい、乗り心地もいい、日々進歩してるけれども、あまり事故のないように。